AKN11 終わりましたので、はい、合格発表でございます。 CSE スコア、CSE、はい、めちゃくちゃ間違ったことを言いましたごめんなさい。今何点でね、一挙挑戦するよっていうのを教えてください。教えてください、はい。おで始まりました、うちちゃんね。さあ今回ですね、はい、和子に来ていただきまして、はい、無言はい、AKN11 終わりました、AKN、で、はい、国家発表でございます。使うのはどこに使う予定でしたっけ。立教、立教のスポーツウェルネスと現代心理、はい、ああそうでしたね、両方使うわけですね、はい。で、まず最初にそのスピーキングが、だってもともと1時のやつを受かったんですね。1時を受かってスピーキングだけ3回受けました。そういうことですね。なんで合格か不合格か、そして CSI じゃねえ、 CSI はドラマだ、 CSE スコア、はい、CSE スコアいよいよ発表でございます。はい、ドキドキですか。はい、では行きましょう。はい、もともとリーディングのその合格した一時合格の点数はリーディング、リスニング、ライティングか、はい、結構ライティングが高かった気がするんだよね。いや今からごめんなさい、今からログインします。もうあんなに時間あったのにあんなに時間あったのに、あんなに時間あって、僕がねサブチャンネルの動画編集して、まあ、ほぼほぼそうそう、後ろからただこうやってやるんだ YouTube みたいな、書き出して動画上げて公開予約までしてるの後ろで見てただけだったんですね。はい、間違えた。細井さんのね動画、みんなすごいコメントが、もう細井さん独身じゃなかったの、細井さん独身じゃなかったのばっかりって、まあ、いろんな動画で喋ってたじゃん。え、自分のメールアドレス言っちゃった。え、ああ ID S、 S 何を言ってるの、 SS って。もういいです。ウーバーもやってくるんですけど、まあ、私今ね冬季講習中で、もう学校行って朝っぱらから行ってんですから、朝っぱらから行って、もうここにあ、多分ウーバー受け取って、はい、キーがない。何、キーがなくてぐるぐるしてます。キーがない、何がない、キーがない、キーがキーがギガがない、もうそれ、いや遅いだけです。ちょっとカズコさんまだですか。ちょっとまず Wi-Fi ログインするんだったら、キラは来ないわカズコはボロボロ、あーにゃおしばし、はい、グッズをちょっと買ってきましたんで、これどうやってつけるんだろう、これ頭の上に乗せるらしいです。はい、開けましたか。今から開きます。今から間違えた見てる人何の動画だよこれ。来ました、だいぶ時間かかりました、はい、失礼しました。はい、で、で、まずリーディングが、あ、そういうことですか。どういうことですかって、リーディングの CSE 何点、 CSE554 で、リスニングが580で、でライティングが698と、 L ライ高かったんですよ、はい、ライティングだけ頑張ったんですよ、やばくて直前に。でそれでスピーキングが足らんと、これじゃって言ってスピーキングを、スピーキングを受けたわけですね、はい、はい、その結果がはい、合格ということで、あ、それ、あ、まあいいんだ、それで、なんかちょっと驚きの、まずは、なんか、はい全然驚きの顔になんないからね、昨日見ちゃったから、うん、あ素直だから、いや、サムネ用に昨日はよっしゃーってやったってことですか。昨日は喜んでましたで、536点ということで、合計が230だけね、そんな低かったら困る。2368、はい、ということです。2300超えました、はい、まあ2300目標にしてる人多いですからね、はい、うん、はい、なんでそこを超えることができたんで、まあ無事英語はクリアということです。立教いけるでしょうね、はい、前回、はい、前回めちゃくちゃ間違ったことを言ってしまって、はい、うん、あの立教大学は英検のスコアと共通テストの点数の換算表を出してないんですけど、はい、なんか予想みたいな表を立教が出してるかと思っちゃって、はいはいはい、めちゃくちゃ間違ったことを言いました、はい、ごめんなさい和子謝罪謝罪
まあだから何点かは分からない、分からないってことですね。はい、ごめんなさい。どこです。で、スピーキングできたの？スピーキング全部3分喋ったんですよ。お、偉い、はい、でも全部はみ出したんですよ。はみ出し、ああそういうことか、録音に。だからなんか最後すごい焦ってる人、うん、ああなるほどね、感じになっちゃいました。なるほど。え、漫画描写は？漫画描写は割と、いわゆる、うん、はは、典型的なやつだったね。典型的なやつだったから割と喋れて、そっちは時間収まりました。こうすればよかったなはやりました。こうすればよかったなもやりました。で、3つの質問に、まあ、聞き取りはできたわけでしょ。ってそうですね、そんな難しいことは、うん、なるほど。じゃあそれができるだったらまあね、よかったです。はい、これで富士立教が近づきましたんで、はい、してもらえればと思いますんで、はい、今何点でね立教挑戦するよっていうのを教えてください。皆さんは教えてください。はい、皆さんはこれで特攻しますとかね、これぐらいなんだけどっていうのね、毎年よく来ますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、まあでもこれで出すわけで、ということで数学と国語、数学と国語、はい、自信はあるんですか、数国は。立教の、立教の数は、うん、法政の数とかよりは、うん、できると思ってる。ほう、できると思ってる。なんで簡単なの？なんかあの、大体このジャンルだなみたいな、結構偏りがあると思う。なるほど。どう自信がない。過去問はどれぐらいやってるの？そんなやれてない。今、協定ばっかりやってて、ちょっと。ああ、そっか。協定がそうだ。大事だから。なるほどね。まあまあまあ、まだ協定後に時間ありますからね。はい、とりあえず今、協定、頑張らなきゃってところです。うん、国語はやってみましたか？国語法政も、他も含めてなんですけど、うん、文学史を、はい、今のところ、なんか全外し。全外し、なんか4択とかなのに、うん、まだ1回も当たってなくて、これってどう、あれどう、いや文学史覚えりゃおしまいだから簡単だ。だから協定終わってから覚えたらいけるものですか、あれは。まあね、全体像も分かんなくて、うん、全体像、まあまあ分かりますね。はい、まあまあまあ多分どこの時代の、はいはいはい、それぐらいは、それぐらいは分かる。いや、4日はまあその辺できるでしょ。文学史は大丈夫でしょ。そう、原文もやったことないです。やったことないのか。なるほど。いや、あ、原文だけじゃないね、古文もあるからね、文学史は、はい、そこ日本史の人の方が有利なんだよね。じゃあそこがまだわからない。わからない。でも原文古文は普通にやって、原文、私私立の原文できます。できます。なぜ記述がないから。いや、法政記述ある。あるの、うんうん。法政も、うん、そう、なんか選択問題はそう、うん、そう間違えないけど、うんうん、古文は頑張らなきゃ、うん、あ、そうだ、古文苦手でしたからね、うん、やばいです。なんか読めるようになったって言ってたけど、読めるようになったと思って、なんか、うん、そんなことなかったかもって思って、なんか差がすごいっていうか、協定にしろ、うん、なんかできる時とできない時ね、話を勝手に脱線し、うん、あ、作っちゃうね、時に、うん、もうボロボロっていう、どうしたらいいんですか。どうしたらいいんですか。それは話作っちゃダメだけど。でも協定よりは優しいでしょ。協定よりは、うん、文法要素がある分、うんうん、そうですね、うん、できると。あ、小論は進んでますか？なんかこの後ね、平さん来るから、早稲田の。あれ1個書いてない。あ、書いてないんだ。まあ、とにかく今は。書いてないし、なんか、え？いいんだよ、立て続けに送っちゃえばいい。そういうものなんで、どうしたらいいんだろう。帰ってこないし、って思ってて。無理やり仕事を作っちゃえばいいんだよ、彼に。とりあえず、協定。うん、そうですね、まあ、協定が今は、大事なんで。共通テスト利用は？共通テスト利用って、でもなんか、え、立教でもし英検より良かったら使われるみたいな。どっちも出しといて、そうそう、両方出しといて、そうなんで一応両方出すって形ですね。はい、わかりました。じゃあ、まあ、家族は無事合格しましたんで、英検準1級、はい、ね、はい、最後賞ありがとうございました。適合チン OK です。はい、実際どれぐらいのスコアでどれぐらいになる。あ、それはもちろん公開されてない。公開されてないけど。けどみたいな。裏技みたいなない。なかった。